はい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。おお、しょっぱな赤い S プラスが2人もいたね。さて、最初のステージはね、なんかなんかこの LR のこれをね、どんどんしていけみたいな感じだったんですね。一番最初行きましたよ。このまま右に行けば、惜しい。どうしようこれ。今までね、僕このみんなでバトルはね、あんまり攻撃的じゃなかったと思うんですよ、あの他のプレイヤーに対して。でもね、ピンク S プラスを目指すにはやっぱ攻撃的なのも大事なんですよ。まあ外役はちょっと置いといてね。だから僕ね、めちゃくちゃもう攻撃的になりますね、今後ね。いや、こっちでいい。あ、でもピンポン言われてるね。多分こっちでいいでしょう。あ、なんだこれ、イコール59100 1900。なんだなんだこれ、こっちでいい。え、これはファイナル X なんとか QOR159。 なんだこれは、全然わかんないぞ。全然わかんないぞ。あ、なんかいけたっぽくない。あ、え、いけたっぽいんだけど。なんかよくわかんないけどクリアできました。あ、なんかね、めっちゃ鼻が詰まってるんですよ今で。ね、さっきのコースでも言ったけどさ、ね、やっぱ攻撃的になるっていうのがやっぱこの S プラスになるに、 S プラスじゃねえや、あのピンク S プラスになるに対してですね、絶対必要になってくると思うんですよ。これは右でいいか。あ、ルイージは、あ、みんなやられてらっしゃいますね。どうした。あ、多分アイテム取ってってないから、多分敵かなんかに当たったんじゃないかな。うわ、あぶんで、これこのまま右行ったら多分もう勝てるんじゃない。これは上なのか。いや、上多分ね、あの50コインもらえるだけっぽいから。うわ、ここでイギ、お前か。待って、みんな来ちゃう、みんな来ちゃう。うわ、しかもこれさ、ニューマリのスキンだったらめっちゃ長いやつじゃん、この子ね。絶対そうじゃん。もうほら来た、ルイージ来たよ。まあ、この辺でさ、いや、この辺でこうファイヤーボール出しておこう。それが一番熱いと思う。いや、それかもう踏む。よし来た、よし、オッケーオッケー、はい。ガタ、はい。ナイス羽生。まあ、でもね、さっきの話の続きなんですけどね、まあ、いきなりプレイを変えるっていうのも結構難しい話なんですよ。まあ1年半ぐらいやってるから、結構この今までのやり方っていうのが染みついちゃってて、まあ、いきなり攻撃的になれって言ってもね、結構難しいかなと思います。だからね、まあ、徐々にですね、もうよしよしよし。最低。あ、待って、それ欲しい。あ、お、1の1。おいよ、こういうコース、もうこういうシンプリーなね、シンプリーなコース得意ですよ、僕。全然1の1じゃねえじゃん。全然1の1じゃ、待って、誰か信じて、お、うわ、信じてくる。よし、オッケー、キノピコ。さっきのやり返し、お、ストゥー、熱いね。ストゥー、僕も取っていきますね。ほっ、いや、これめっちゃ早いもんね。え、もうゴール。うわ、キノピコを抜く、キノピコは抜く、キノピコが抜く。うわし、抜けねえ。邪魔くせえ、ルイージ。絶対ゴールされたでしょ。うん、かわいいね。うお、みんなルイージの帽子かぶってる。みんなよろしく。でもね、僕が本物ですよ。これで勝った人が本物のルイージの帽子をね、かぶれるっていうもんでしょう。ちょっと待って、マリオ。やっぱ、たまにはね、ああいうとこもね、しなきゃ全然勝てないんですよ。今まで僕しなかったじゃん。な、みんな知ってる通りしなかったと思うんですよ。あまり攻撃的なのは得意じゃないからね。よし、騙されやがった。じゃあ、このまま行きますか。中間ポイント。うわ、でかくなんないか。これ滑っていこうか。ほい、よしよし、こういうシンプルな、意外と勝てるよ。意外とこれ、なんでみんなこっちから来んの。ね、なんで、うわ、まずい。よし、ジャンプやった。あら、マリオは、え、マリオごめん。うわ、これ亀欲しいね、あの甲羅欲しいね。うーわ、こう、かかマジかよ、マジかよ。ああいうやられたか。ちょっと待って、あぶね。うわ、生きやがった、あのキノピコ行きやがった。兄ちゃん置いて行きやがった。ほっ、よし、あ、かぶるの忘れてた。オッケー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 、来た、キノピコも戻ってきてるしね。このまま優雅に行こう。でもさ、キノピコが戻ってきたってことは多分なんかあったんじゃないかな。なるほど、これはこんな感じで行っていいのか。え、か、履いたまま行かなみたいな。うわ、待って待って、怖くないね、怖いよね。ちょっと待ってね、どうしようこれ。ほっ、はい、よし、来た、これでゴールでしょ。やった
ここで待っておきますか。あ、なんかいいね、いい感じの雰囲気だね。これはシンプルでいいよ。こういうコースはね、買ってるかもしれないんですけど。うわ、ショック。ナイス、ナイスキノピコと思ったけど、いや、信じてキノピコ。おい、あははは。まあ、下水ことしてやろうと思ったんですけど、まあ、亀に当てるっていうね、まあ、のこのこに当てるっていう下水ことをしてやろうと思ったんですけど、ちょっと待って、これ上だね、上、よし。そして今度は右、うわ、これ持てる、よし、来た、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー。で、これはこのまま蹴っていこう、よし。なんか簡単そうだね、このコースね、めっちゃ簡単そうだね。あ、マリオやられてる。なるほど、この上のカキボたちやられたのか。僕ここでキノコ取っていきますね。いや、熱いよこれ、熱いね。ちょっとこの亀の甲羅持って、おい。いや、僕結構もしかしたら攻撃しまくったらいい感じのところまで冷凍いけるんじゃないね。なんか今まで攻撃全然してこなかったんですけど、まあ意外といい線いけるかもしれないね。ちょっとゲスいけどね。まあそこはバトルだから、これバトルだからね。ジャンプ、オッケー。で、これは右に投げておこうね。で、コインいっぱい取っておきます。全然関係ないんですけど。うわ、中間ポイントか。まだなんかあんのかな。まだ、あ、ヨッシーおる。ヨッシー取りますね。ほい、これで、いや、安全でしょ。ここまで来ればもう安全でしょ。てか、このステージなんかめっちゃ可愛いな。よし、なんかね、キノコがね、家みたいになってるんですよね。キノコっていうか、この下の、下じゃねえ、背景、この背景がね、なんか家みたいな結構なってるんですよね。で、このまま下に行く。オッケーオッケーオッケー。これはもうさすがに勝てると思うんだけどな。あ、ヨッシーはこのでかいの食べれないんだ。さすが食べれると思ったけど、これ長っ。このコース長っ。あ、これは左か。まあでも後ろ後続は全然来てないからね、まあ、全然楽勝で1位取れると思うんですけどね。オッケーオッケー。で、これは一番下から行こうか。こっから行きます。よし、オッケーオッケー。ちょっとこうやって邪魔しておきましょう。これゴールっぽいな。どうなんだ、これは右にジャンプしていこうか。落ちそうになったらよし、すぐ捨てます。はい。全然よし、捨てなくてもよかったね。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。 MP レース、ん？ MP レース、なんだろう MP レースって。あ、でもなんかバトル用コースっぽいね。なんか上のね、スターがめっちゃ可愛くね、売れてるんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って、え、どういうこと。じゃあ僕上から2番目いきますね。オッケーオッケーオッケー。いや、行って正解だった。これみんな下邪魔くさいでしょ、これ。オッケーオッケーオッケー。これ絶対邪魔くさいと思うんですよね。え、これはもう勝ったと思うんですけど。下多分争ってるよ絶対に。オッケー、これもう勝ちました。はい、今回はね、もうだいぶ調子よく、まあこのマリオメーカーのみんなでバトルをやれましたね。ちょっと噛んだけど、よし、オッケー。マリオが結構早いね。うわ、マリオ早い。大丈夫か。やった。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。